心はウェスタロス。心はウェスタロスではドラマハウスオブザドラゴンについて好き勝手に話していきます。 YouTube とポッドキャストで配信しています。なおこの音声はハウスオブザドラゴンシーズン2エピソード1までのネタバレを含みますのでご注意ください。原作炎と血についても触れていきますが、ドラマの内容より先のネタバレは含みませんのでご安心ください。加えてドラマゲームオブスローンズ並びにその原作氷と炎の歌シリーズについても触れる可能性がありますので、ゲームオブスローンズ未視聴の方によるここから先のご視聴は自己判断にお任せいたします。またこの音声はシーズン2エピソード1息子には息子をの深掘り考察をお送りしています。これより前にアップした解説回よりさらに踏み込んだ内容となっております。シーズン2エピソード1より先のネタバレは含んでおりませんが、次のエピソードを視聴する前にしっかりと内容を把握しておきたい方はお楽しみいただけるかと思います。また自分で考察を楽しみたいという方もおられるかと思いますので、そういった方は目次を載せておりますので自分の気になるトピックだけの視聴もおすすめしております。お送りするのは私キャミーと、今回はハウスオブザドラゴンシーズン2が2年待ちましてやっと配信となりまして、そしてメンバーシップのメンバーさんも続々と増えておりまして、私たちやっとゲストを呼べるお金を貯めることができました。ということで今回はシーズン1からなんかこいつええやつやんっていうことでファン投票もどんどん票を伸ばしておる人気キャラクターええやんエリックさんにお越しいただきました。エリックです。ありがとうございます。こんにちは。ええやつそう。はい、重大発表をお願いいたします。はい、私アメリカで生まれたんですけど、はい、ミドルネームが与えられるんですよね、はい、アメリカで生まれる人って。で、ミドルネーム私あって、うん、実は、はい、それがねエリックなんですよね。ええやつで、ミドルネームって使わないじゃないですか、はい、です完全に忘れてて、うん、シーズン1の時にね。そう、ガチエリックだったんですよね、ケンさん。ガチエリックだったってことを自分でも忘れてましたねこれから皆さんエリックというふうに呼んでいただいても構いませんかね、まあ、ケンさんのこと。どっちでも大丈夫ですお好きな方でちなみにケンさんはお姉さんがいらっしゃいまして、はい、お姉さんはエリカさんというね、そうですね、お名前をよくご存知でお持ちということを私は、うん、仕入れてるんですけど、この情報、はい、その仕入れた情報は正解ですよ。お姉さんがエリカさんということで、なんかそれに近しいミドルネームがええんちゃうということで、ケンさんのご両親がエリックと、うん、そうですね多分そういうことだと思うんですけど、理由は聞いてないけどね、うん、ガチエリックっていうことをもうすっかり忘れていて。そうなんですよね、はい、本当にゲストを呼ぶことができたということで感じで、あ、そっか、はい、じゃあよかったか、はい、重大発表をやっとお伝えすることができまして、私も肩の荷が下りました、はい、ね、いつも本編に行くまでの前行きが長いんだよねはい、ということで早速、息子には息子の深掘り考察を始めていきたいと思います。ということで今回お伝えするトピックなんですけど、まずはガラリと変わりましたオープニングクレジットについて、まあこれ私たちも全てを把握しきれてるわけではないんですけど、まあこれはなんとなくこうなんちゃうかなっていうところを皆さんにシェアしたいと思います。あとは、まあ、今回シーズン2でも、その能力が炸裂していきそうなヘレーナちゃんの、まあ彼女ね、予言を言うタイプのターガリエンなんじゃないかなっていうのはシーズン1の頃から皆さん気づいてたと思うんですけど、そのヘレーナちゃんに関することについて深掘っていきます。そして息子には息子をの名のもとに登場したブラッド&チーズという2人の、まあ、殺し屋的なキャラクターいたんですけれども、あのシーンが実は原作とちょっとだけ違う部分がありましたので、それを今回、配信されたドラマと原作版の違いをシェアしたいと思います。
そして最後がですね、エピソード1を見た時点で、何名かコメントも寄せられてた方いらっしゃったんですけど、なんか、この王とセキュリティガバガバちゃいませんっていうようなツッコミ、うん、それに対しての、まあ、ちょっと深掘れそうな部分を、お話ししていきたいと思います。なんで使用人とかないとかいないのかっていうね、うん、その人たちがいたらアリスピンの目撃はなかったかもしれないですしね。うん、まあそこがポイントまあそうですね、はい、うん、ということで早速最初のオープニングクレジットについて深掘っていきましょうか。はい、はい、まあ、オープニングクレジットガラッと変わったと思うんですけど、まあ、シーズン1の時はですね、ターガリエの血筋なんかがあのバリリア帝国の中をたどっていくように、あの本当に血液の流れが代々つながっていくような表現がされていましたが、シーズン2からはターガリエン家の歴史とか彼らの物語が、紡がれていく糸と、染みていく血によって何というかタペストリーのようなもので表現されている、オープニングになっておりました、うん、はい、で冒頭でもお伝えしたようにはっきりとこれはこれですよっていうふうに答えが分かっているものもあれば、もしかしたらこうじゃないかなというような予想、まあ、考察の段階の、レベルのものもあるので、もし間違ってたらごめんなさいっていう感じなんですけど、まあ、我々が分かっている範囲でちょっとシェアしていこうかなと思います、うん、まあ、ほとんどは自信ありますね。お、最初の2つだけがちょっと怪しいみたいな。はい、はい、で、そういえばヘレーネちゃんの話この後もするんですけど、うん、彼女はシーズン1エピソード7でもこのオープニングにもつながるんじゃないかっていう予言をしてまして、うん、で、あのドリフトマークの葬式の時に旗を折るて緑の糸巻きに黒の糸巻き糸のドラゴンを生むっていう発言をしてたんですよね、うん、だからなんかもうこういうオープニングになりますよっていう宣言みたいなもんだったのかな。まあそれももしかしたらあったのかもしれないですね、うん、まあシーズン1の時はざっくり私たちは、まあ、これから国葬派と水葬派っていう2派に分かれて、それぞれのバナーが糸によって編まれていくんじゃないっていう、戦争が始まるよっていうような予言かもねっていうふうにも言ってたんですけど、うん、まあ、まさかオープニングの予言もしてくれてたっていう、うん、ありがたいですね、はい、というヘレナちゃんの能力だったんですよね、うん、はい、ということで、まあ、さあ早速一番最初の場面からちょっと見ていきたいんですけど、はい、まず第一に映ったのは、これもバリリア帝国かなというふうに思われる、うん、模様ですよね、はい、でこれはシーズン1のオープニングクレジットでも出てきたように、まあ、例えばヴィセーリスが自分の部屋で作ってたあのジオラマ的なものもそうだったんですけど、うん、いわゆるバリリアフリーホールド、はい、と呼ばれる、まあ、ターガリエンの故郷ですね、うん、そういうものが糸でも編まれているシーンになってます、うん、はい、そして次に映るのが、まあ、最初に登場するドラゴンとも言えるんじゃないかと思うんですけど、果たしてこれはドラゴンなのかというツッコミもできるような、なんかちょっと化け物感があるような表現がされているようなものなんですけど、うん、この後3体のドラゴンなんかが映るシーンもあるんですけど、うんうん、このドラゴンとは明らかに様子が違うよねっていうようなドラゴンが映ってますよね、うんうん、なんかドラゴンっぽいし、なんか鳥というか、 なんかフェニックスみたいな、うん、そういうなんかちょっと何とも言えないような化け物感があるんですけど、翼と尻尾が炎で、あ、そう、なんか炎っぽいよね、うん、そうですよね、うん、まあこのシーンはですね、人間と人間の頭を持つドラゴンが血を交換し合ってる、うん、っていう感じだと思うんですけど、まあ、ちなみにね、エッソスには人間の顔とドラゴンの顔を持つスフィンクスが原作では登場します。へー、これティリオンが目撃してるんですけどね。ハーピーとは違うんですか？ハーピーとはまた別ですね。ハーピーってのは奴隷の象徴のね、うん、あのアスタポアとか、ミーリーンのピラミッドの上とかにいた、うん、そうです ね、うん、で、まあ、一説によりますと古代バリリアでは血の魔術師たちがドラゴンを作り出すためにワイバーンと呼ばれる獣に魔術をかけたとか、うーん、ドラゴンと奴隷の女性、まあ、人間ですねを交配させたとか、うん、でターガリエンはドラゴンの DNA とか魂が血に混ざってるからドラゴンライナーになれたとか、シーズン1エピソード2で、うん、ヴィセーリス王とアリセントの、うん、ヤングアリセントの
時代に彼女たちがまあ隠れてランデブーしてたじゃないですか、うん、その時にヴィセーリスがアリセントにこのジオラマの説明をしてて、これはアノーグリオンだよみたいな、うん、血の魔術でなんたらかんたらみたいなセリフもあったじゃないですか、はいはいはい、ああいうのとちょっと絡んでくるようなシーンってことですかね。あ、そうです、あの血の魔術の話をしてると思います。へー、そう、でそう、昔はねその奴隷の女性をドラゴンと交配させてたっていう説もあるんですよ、うん、しかも無理やりね、うん、でそういう人間たちがドラゴンライダーになれたイコールターガリエンは昔は奴隷だったかもしれないっていう、そういう説もあります。なるほど、うん、へえ。なんかそう思うとデナーリスが奴隷を解放してったっていうのもなんかゾワッときません、うん、なんか自分の DNA 的にもともと奴隷だって、うん、なんか苦しい思いをしてきたからこそ、うんうんうん、ああいう衝動に駆られていたのかもしれないですよね。そう考えると面白いね、うんうん、なのでこのちょっと人間でもないしドラゴンでもないし、なんか不思議な雰囲気のあるこの生き物というか化け物感のある様子は、もしかしたら人間とドラゴンがミックスしている、もしくはそういう魔術の最中の場面かもしれない、うん、っていうことですね。はい、はい、でその怪しいドラゴンのすぐ、左横に映っている人たちなんですけど、なんだか女性の背中に剣を刺しているようなね、うん、模様が描かれてるんですけど、これがいわゆるさっき健さんが言った奴隷の女性かもしれない。男性が奴隷の女性を刺して、うん、そこから血を取ってる、うんうん、なので後のターガリエンの祖先的な考えもできるんですよね、うん、ただこの女性に背中を刺すシーンなんですが、もう一節ちょっと考えれる考察をシェアしたいと思います。いわゆるエイゾールアハイ、通称約束されたプリンスとも関係があるかもというふうに考えておるんですが、このエイゾールアハイ、通称約束されたプリンスっていう、まあ、ワードもねゲームオブスローンズをちょっとかじってますよっていう方だとあんまり聞いたことがないかもしれないんですが、よくよく原作を読んだりとか、まあ、ゲームオブスローンズ何回も何回も見てるよっていう方だとなんとなく覚えてる言葉かもしれないですね。氷と炎の歌の世界ではよくこのエイゾールアハイという単語出てくるんですが、例えば約束されたプリンスっていう言葉なんかはゲームオブスローンズの中でたまにメリサンドルなんかが口にしていた言葉でもありますよね、はい、かつて、この視聴国では長き夜という、まあ、有名な闇が世界を襲ったと思うんですけど、その長き夜から世界を救ったのがエイゾールアハイ、通称約束されたプリンスとも言われている、まあ、伝説的人物でもある人なんですけれども、彼はホワイトウォーカーを殺すためにライトブリンガーという剣が必要だったんですよね、うん、で彼は何度もこのライトブリンガーの鋳造にトライするんですけれども、まあ、なかなかいい剣が作れないと。で噂によれば、自分の愛する人の心臓に剣を突き刺すことでその剣がライトブリンガーになるっていうようなものがあったと。でエイゾールアハイは自分の愛する女性ニサニサに剣を突き刺したことでその剣がライトブリンガーになり、ホワイトウォーカーを殺し長き夜から世界を救ったというふうに、まあ、伝説が残っている。はい、でちなみにゲームオブスローンズの時代も再びこのホワイトウォーカーが蘇ったことでエイゾールアハイこと約束されたプリンスが再来するとメリサンドルは予想していたということなんですよね。うん、ちなみにこの、ハウスオブザドラゴンシーズン1のラストシーンでヴィセーリスが娘のレーニルに対して氷と炎の歌の予言を明かすシーンあったと思うんですけど、その時にバックでかかっていたミュージック、BGM の名前が約束されたプリンスという、ね、名前の音楽だったと思うんですけど、うん、The Prince That Was Promised、うんうん、どうですかこの背中に剣を刺されている女性がいわゆる、ニサニサかもしれないということで、私ニサニサっていう存在は全く知らなかったんですけど、はい、結構原作ファンの中では伝説的な女性なんですか？まあ、そうですね。
残念ながらゲームオブスローンズテレビドラマバージョンでは全く言及されなかったんですけど、うん、原作では長き夜がまた来るから、うん、その時も約束されたプリンスエイゾラハイが伝説の剣が必要になるから、うん、もしかしたらジョン・スノーがデナーリスを殺して伝説の剣を作るんじゃないかみたいな、うん、そういうファンセオリーもあります、うん、ドラマではちょっと違った展開にはなったんですけど、ドラマでは全然違う理由で殺すけどね、はい、うん、なのでこのちょっと物々しいドラゴンの左下に映っている背中を刺されそうになっている女性はもしかしたら奴隷かもしれないし、ニサニサかもしれないし、ちょっとこれは意見が分かれるのかなと思うんですけど、うん、はい、他に何か考えれる説があれば皆さんコメントに書いてほしいなと思います、はい、そしてまだこのシーンちょっと続くんですけど、画面の下の方にはなんかろうそく的なものが映ってたりしますよね、うん、これはですねガラスのろうそく、うん、まあ、黒いろうそくなんですけど、うん、なんで黒いかっていうと黒曜石だから、ドラゴングラス、はい、であのテレビドラマにもこれも出なかったんですけど、原作にはちょいちょい登場する、まあ、結構キーアイテムなんですよね。でガラスのろうそくは何なのかっていうと、まあ、言い方ダサいんですけど、簡単に言うと通信機器みたいなもの、はい、であのゲームオブスローンズのシーズン2に登場した謎の仮面の女クエイス覚えてますか？スーパー謎人物ナンバーワンですよね、うん、まあ、あれは伏線が全く回収されなかったんですけど、うん、一応原作でもクエイス出てきまして、で彼女はデナーリスと夢の中で会話してるんですよね。うん、デナーリスが見てる夢の中にクエイスが登場するんですよ、うん、でクエイスが予言を教えてるんですよね、デナーリスに。だから、まあ、例えばですけど、あの誰々が裏切るかもよみたいな、でそれがジョーラーだったりみたいな、あなたは3回裏切られるみたいな、そう、まあ、そういう会話をしてるんですけど、うん、それがガラスのろうそくを通して行われてるっていう話です。この時代の、まあ、電話みたいな、そうですそうですそうです、意識の中に入れる電話みたいな感じで、うんうんうん、なんとなくそのこの世の中のマジックの能力がすごいパワーがアップしてるって時にすごい灯し始めるみたいな、あ、そうですね、ね、ガラスのろうそくと呼ばれている原作ならではの、まあ、キーアイテム的なものなので、うん、まあ、今回のオープニング、そう思ったらやっぱ原作ファンを喜ばせるようなものになってたかもしれないですよね。まあそうですね、うん、ここらの話はテレビドラマで出てこないからね、まあ、原作リスペクトも感じるような一面になってますよね。はい、そして次注目したいのがドラゴンの上に乗ってる、まあ、おそらくターガリエンと思われる少女的な人と、彼女にちょっと横たわっているまたターガリエン的な人物のシーンなんですけど、これはおそらくデイニス・ザ・ドリーマーと呼ばれる少女で、まあ、ターガリエンの歴史を語る中でこの人は結構外せない人物だと思います。はい、うん、まあとなると、まあ、2人写ってるじゃないですか、はい、1人はデイニス、でもう1人はおそらく父のエイナだと思うんですけど、うん、まあ、どっちがどっちか分かんないし、しかもなんか死んでるのか横たわってるのか分かんないんですけど、うん、支え合ってるっていうか、はい、それの理由もちょっと分かんないですね。デイニスの予言のおかげで他のターガリエンが救われた的な表現なのか、うん、はい、でまあ、このデイニスとエイナーはさっきキャミーさんが言ったようにターガリエンの歴史を語るので外せないんですが、これはハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1の第1話のラストシーンでも言及されてましたね、はい、うん、まあ、簡単に言うとバリリアの破滅を予見した少女がこのデイニスなんですよ、うん、彼女は予知夢、まあ、ヘレーナみたいな能力持ってるんですよね、うん、だからバリリアが破滅するっていう予見をして、でドラゴンストーンに移住して、でターガリエンは無事だったっていう話ですね、うん、はい、まあ、流れで映るシーンがまさに破滅の刺繍のね場面になってるんですけど、うん、このデイニスとかエーナーとか破滅に関しては別の動画でも私たち詳しく、解説しているのでよかったらそちらもご覧になってほしいなと思うんですけど、はい、確かハウス・オブ・ザ・ドラゴンシーズン1エピソード1の深掘り考察の方でも言ってたと思います、うん、で、まあ、さっきケンさん言ったようにこの破滅のシーンの通り、うん、デイニスの、まあ、予見が当たりまして、うん、全てにおいて世界ナンバーワンだったバリリアが
火の海と化して滅びてしまったと。で、まあ、刺繍を見ても分かる通り、たくさんドラゴンがヒューッと落ちていてね、なんかすごい爆発が起こってるようなシーンも映ってると思います。で、この破滅とかデイニスがこう逃げている様子なんかは、実はゲームオブスローンズのオープニングのアストルラーベにも映ってますよね。はい、はい。そして次に映るのが破滅から約100年後の出来事、あるいはゲームオブスローンズの300年前の出来事なんですけれども、ウェスタロスを統一したエーゴン征服王と2人の姉妹レニスとビセニア、そして彼らのドラゴンが映っております。うん、まあ、戦闘にいるのはエーゴンとアイリューのバレリオン、黒いドラゴンですね。で、2番手はレイニスと彼女の愛流のメラクセス、これ銀色ですね。で、最後はビセーニアとハウス・オブ・ザ・ドラゴンでも健在のバーガーですね。で、まあ、この3人が、いわゆる征服戦争というのを起こしてウェスタロスを統一するっていう物語が始まります。はい。そして次に映る人物が、まあ、なんか血に染まっているおじさんみたいな人を映るんですけど、これはいわゆるハレンホールを建設したホア家のハレン暗黒王、ゲームオブスローンズのドラマの中でも結構語り継がれていた様子あったと思うんですけど、ここでちょっとプチ情報。このエイゴン征服王には実はモデルとなる人物がいましてですね、それはイングランド征服を果たしたウィリアム1世征服王というふうに言われています。で、彼は、まあ、ノルマン征服を果たした、重要人物なんですけれども、彼の、ノルマン征服の物語を刺繍で描いたバイユーのタペストリーというものが、まあ、実際にあるということなんですよね。うん、で、このバイユーのタペストリーはなんとゲームオブスローンズのタペストリーって皆さんご存知になったことあるかなと思うんですけど、我々心はウェスタルスのチャンネルでもいつもゲームオブスローンズの解説の時に、目次の裏にちょっと載せているようなタペストリーになってるんですけど、このゲームオブスローンズのタペストリーは実はこのバイユーのタペストリーをモデルに作ったものというふうに言われています。で、 YouTube の方にこのゲームオブスローンズのタペストリーの一部とこのバイユーのタペストリーの一部の写真をちょっと載せているんですが、すごく似てますよね、雰囲気。うんうん、で、このウィリアム征服王が戦った相手の一人にハロルド2世という人物がいるんですが、その人が、今紹介したハレン暗黒王のモデルとも言われていると、うん、はい、いうことなので、まあ、ゲームオブスローンズそしてこの氷と炎の歌はやっぱ現実の歴史をいろいろミックスさせてねできている群像劇なので、まあ、エーゴン征服王とかハレン暗黒王もそのうちの一人だと、はい、いうことですね。このバイユのタペストリーね、約1000年前に作られたものなんですけど、うん、なんか保存状態めっちゃいいらしくて、はい、画像でしか見てないんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ綺麗そうでしたね。そうですね、色褪せずにすごく鮮明に残ってますよね。うん、これなんかフランスのバイユ博物館では普通に見れるらしいですね。そうなんだ、うん、なので今回のオープニングもいわゆるタペストリーなので群像劇というか叙事史的な物語を糸で順番に紡いでいくような大きいタペストリーに最後なるのかもしれないですね、うん、もしかしたらね、はいはい。そして、次このハレン暗黒王と、まあ、周りの署名家たちが、ドラゴンそしてターガリンたちに敗れる様子なんかが映っているかと思うんですけど、まあ、ドラゴンによって焼かれるハレンホール、そしてラニスター家とガードナー家という、まあ、ちょっと聞き慣れない名家たちが、まあ、敗れている様子なんかが映っています。で、画面ちょっと見にくいんですけど、よく見ると小さいその盾なんかが映っててですね、紋章が、ラニスター家のライオンと、ガードナー家と呼ばれる名家の、いわゆる緑色の手の紋章なんですけど、その、盾なんかがね見受けられるかと思います。うん、そうですね、ハレンホールがドラゴンの炎によって滅ぼされたのは有名なんですけど、うん、それと別にですね、当時リーチを治めてたガードナー家それと西部のラニスターも、まあ、同盟を結んで戦おうとするんですけど一瞬でボコされるっていう
ことが起きます、うん、でこれが通称火炎ヶ原の戦いっていうやつですね。でちなみにこのガードナー家はこの火炎ヶ原の戦いで滅ぼされてもう亡くなってしまいまして、うん、でガードナー家の騎手だったタイレル家がエーゴンに忠誠を誓ったことでタイレル家が南部総督になります。なるほど、うん、ラニスターはなぜ滅ぼされなかったんですかね。ラニスターも当然ボコされたんですけど、オサーの人は生き残って、うん、で、まあ、戦をやめて忠誠を誓いますとひざまずいたんですよ、うん、なるほど。でそれで許されたんですよ。うん、そして次が、ひざまずいている諸侯たちの、まあ、3人プラス1みたいな4人のね、諸侯たちが映るんですよね。はい、はい、ここまでねハレンホールとか火炎ヶ原の戦いの刺繍ってなんかどん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 血が広がっていくんですよね、うん、次のシーンでは血が止まります、うん、なんでかっていうとターガリエンとは戦わないと決めて忠誠を誓った3つの名家が登場するからですね。なるほど、はい、その登場するキャラの足元でこの血が止まるみたいな感じになってますけど、うん、右は紋章が見えづらいんですけど色的に間違いなくタリー家、はいはい、でタリー家はリバーランド付近を治めてたホア家の騎手だったんですよ。うん、ホア家の下だったんですけど、うん、エイゴンがハレンホールを焼く前からホア家を裏切ってターガリエン側についたんですよ。もうこれあかんわと、ひざまずいたが勝ちやわっつってね、もう絶対勝てないわってなって、うん、ターガリエン側についたからその功績というか忠誠を早めに誓ってくれたからリバーランドを治めるのはタリー家あなたたちでいいですよってなったんですよ、うん、はい、で真ん中はスターク家ですよね、はい、でこれはエピソード1でも言及されてました屈服王トーレン・スターク、うん、はい、解説会でも説明したんですけど彼は血を流すことなくエーゴンにひざまずきました、うん、だからエーゴンはトーレン・スタークを北部総督に任命します、はい、で、左はですねアリン家のレディ・シャーラ・アリンと息子のロネル・アリン、うん、でレディ・シャーラは戦に備えて血みどろの門とか谷間の付近をガチガチに固めたんですけど、うん、それ全然無意味で、まあ、なんでかっていうとバーガーに乗ったビセーニャがアイリー城まで飛んできたんですよ。もうあの城は落とせへんで有名なんですけど、うん、ドラゴンは例外。あそこ陸だとめちゃめちゃ険しいんで、うん、なかなか軍が行進できないんですけど、うん、もうターガリエンはドラゴン持ってるからピューンって上まで飛んでったんですよ。なるほどね、はい、で、レディ・シャーラはドラゴン見てめちゃめちゃビビるんですけど息子のロネルがなんかすごい興味津々に寄ってってドラゴンに乗ってみたいみたいなことをビセーニアに言うとビセーニアが心よく受け入れてくれて、でロネルを連れて空中散歩に行くんですよね。めっちゃ優しいやんビセーニア。そうで、空中散歩終わる頃にはもうアリン家はターガリン家に忠誠を誓いんーロネルが東部総督に任命されました。あロネルが任命されたんですね息子の。そうですね。なんかアリン家の息子ってこんな感じなんですかね。なんか、うん、なんかアリン家って女性がトップでその息子がいるみたいなそういう構図ですよね。そうですよね、うん、このロネル君はお母さんはもうすぐ卒業してたタイプの少年ですかね。どうなんでしょう。そのは原作に書いてなかったな、ね、ああなるほど。このロネル君の興味津々な性格のおかげでといいますか、うんうん、アリン家は滅ばずに済んだのかもしれないですね、はい、うん、そうして、まあ、ターガリエン王朝が始まるというような、シーンになってたと思うんですけどエーゴン征服王が王都キングズランディングを築いていきます、はい、そして次がちょっとなんか残酷な刺繍がねパッと映るんですが彼は、まあ、かの有名なメーゴル残酷王と呼ばれる人物で、うん、まあエーゴンの時代が終わった3代目の王なんですよね。なぜかこの刺繍では2代目のエーニス王が飛ばされましていきなり3代目のこのメーゴルに時代が移っていくんですけど、まあ、彼は残酷で有名で今回チーズとかブラッドが忍び込んだ裏の通路なんかをね作った王とも呼ばれている。そうですね、はい、王なんですけど、まあ、3代目のねターガリエン王ですね。デーモンが比較されてますよね。うんうん、そうでしたね。オットーとかになんかデーモンはこのまま行くと
メイゴの残酷王みたいになっちゃうとか、うん、シーズン1で言われてたんですけど、はい、このメイゴの残酷王はですね、鉄の玉座の上で死んだんですよ、うん、結構謎の死で、なんか発見された時はもうすでに死んでたみたいな、もう玉座に殺されたぐらいの残酷な亡くなり方でしたよね。そうそうそう、確かそう、だから王にふさわしくなかったっていう表現でもあるんですけど、うん、なのでまあタペストリーもね、裏には玉座が見えるんですけど、うん、ナイフみたいなのが刺さってるのかな、うん、でもう血が流れてますよね、はい、でこのメーゴルの左右ドラゴンたちがいるんですけど、これはメーゴルの哀流ではないです、うん、次に移るのが4代目の王ジェヘアリーズ老王とその妻アリサン博愛王妃と呼ばれた人物なんですが、まあもうハウス・オブ・ザ・ドラゴンの時代にちょっと近づきつつあると思います、はい、まあ、彼らの下の方に、まあ、七神聖教のシンボルマークなんかが映ってたと思うんですけど、まあ、彼らは七神聖教とすごいうまい距離感を保って、まあ、この七王国を平和に保ったと。そうですね、かなり長い何十年もすごく平和を保った王でしたよね。もともとターガリエンは七神を崇拝してなかったんで、うん、七神はウェスタロスの宗教で、ターガリエンはもともとエッソスから来てるから、うん、最初は全然違ったんですけど、まあ、うまく受け入れたっていうか、まあ、手を結んだみたいな、うんうん、なのでさっき映ったメーゴルの下に2頭いたドラゴンが次のシーンのジェハリーズ老王とアリサン博愛王妃につながる形で表現されてますよね。そうですね、うん、でジェハリーズの左隣は彼の愛流のバーミサ、うん、でアリサンの右隣は彼女の愛流のシルバーウィングですね、うん、っていうのと、あとアリサンの右下にはなんか大量の金があるんですけど、はい、これはですね、まあ、この頃非常に栄えてまして、うん、でまあ、例えばですけど王の道とかそういったなんかインフラを整えていった時期ですね、うん、このジェヘアリーズが王の道を作ったんですよね。なるほどなるほど、うん、はい、でこのジェヘアリーズがおじいちゃんになってった時代がまあ次の場面に移るんですけど、うん、これはもう見慣れているシーンというか、まあ、このハウス・オブ・ザ・ドラゴンの時代の始まりのシーンであり、シーズン1の一番最初の冒頭のシーンでも映ったようなね、うん、101年の代表議会と呼ばれる場面が、紡がれています、うん、まあ、もうこれそっくりですよね、うん、まあ、まあ、今キャミさんが言ったように、まあ、シーズン1の冒頭のモノローグみたいなシーンですね、うん、アレヌホールで、代表議会が開催されまして、ジェヘアリーズの後継者がビセイリスに決まるところ、うん、で選ばれなかったレイニスとか夫のコアリーズもいますけど、はい、まあ、なんか刺繍めっちゃうまいなって感じですよね。っていうか私レイニス好きじゃないですか、うん、推しが刺繍されてるのってめっちゃ可愛い、うん、なんか欲しいですよね欲しい、この部分だけ欲しい、欲しい、なんか普通に飾りたいトイレとかに、うん、なんか色合いもねすごいいい感じですよね。うん、これ実際に塗ったんですか AI？ いやー AI じゃないわかんないけど、すごい労力ですよね AI とか、まあ CG というかなんていうのかな、うん、ですね、はい、そして結構次いきなり場面飛んだかなと思う気もするんですけど、まあ、いわゆる我らは道を照らすのシーズン1エピソード5のシーンですよね。はい、まあ、これはすごく分かりやすいんですけど、うん、緑のドレスを着るアリセント、うん、で反対側にいるのは黒のドレスのレイニラ、はい、まあ、つまり水槽派と黒槽派のできましたっていう話ですね、うん、さっき血が止まったっていう話をしたんですけどね、はい、スターク家タリー家アリン家の時に、うん、ここら辺から再び赤色の血が強調される感じになってきました。ああ、なんか戦争とか戦を意味してるんですかね。まあ、ぽいですよね。炎と血の。なるほど。この緑のドレスを着ているアリセントの向かい側にレイニラがおり、黒のドレスを着たレイニラがおり、はい、その彼女たちの間に挟まるのが、まあ、テーブルを囲んでいる黒槽派と水槽派ですね。うん、これは、黒槽派のメンバーは左からデイモン、レイニス、コアリーズ、ジェイス、ルーク、ジョフリー、うん、で水槽派は左からヘレイナ、うん、エイゴン、エイモンド、なぜかクリスピン。座ってんじゃねえよ立ってろよお前は、まあはい、それぐらい物語に重要なのかな、はい、
でクリスピンの隣がオットーですね、うん、あの成人式の時に大量発生するモケモケのファーをね、そうそうそう黒バージョンですけど、そうオットーはね黒ファーよくつけてるんですけど、これをちゃんと表現してくれたのが嬉しいですよね、うん、そうですね、うん、でヘレーナちゃんの服がゴールドなんですけど、これシーズン1の時のヘレーナちゃんかな、うん、あ最終話じゃねえわ、8話か、はい、あの仲直りパーティーみたいなした時に、うんの服装だと思います、うん、なんかあえて緑色の服を着せなかったのもなんか意図してるのかななんてちょっと思ったりもしたんですけど、まあ、実際にねゴールドの服は着てましたからね彼女は、はい、そしてエーゴン2世が戴冠していきます、うん、それと相反するようにレニラがドラゴンストーンの玉座に座って、まあ、王冠をね父から譲り受けた王冠をかぶっているシーンなんかも映っております。うん、このレーニラの後ろにドラゴンストーンの玉座あるじゃないですか、うん、これ実際本編で映りましたっけ。いや映ってないと思うんですけど、私はこのレーニラがあの木の椅子に座って後ろにドラゴンストーン島のあの火山が映ってるのかなとも思ったんですけど、これはやっぱりドラゴンストーン城のあのデナーリスが座ってた玉座なんですかね。いやそうだと思いますよ。じゃあまだ本編ではね見れてないシーンなんですけど、今後もしかしたらあの玉座に座っているレイニラが見れるかもしれないですね。はい、うん、まあ双竜の舞踏というね、物語なのでエーゴン2世とレイニラが相反するように座っており、その下に、まあ、緑の手と黒の手がいて、まあ、水槽派と黒槽派が分かれていて、うん、その周りにいろんな署名家たちの紋章が映っていくと、はい、なんかビーズベリーの紋章とかもありましたよね。あ、レイニラの真下ぐらいですね。はい、うん、それってやっぱり配置はなんか意識されてる。そう意識されてて、まあこれちょっと説明しようかなと思ったんですけど、うん、なんか若干ネタバレになっちゃうかもしれないじゃないですか、うん、こっちの名家がこっちに つくんだっていうの分かっちゃうかもしれないから、うん、ちょっとあえて今回は省こうかなっていう。まあいろんなね旗があるので、うん、まあ、気になる方はさらに深掘り考察をしてもいいんじゃないかなと思います。はい、そしてこのオープニングの最後のシーンで映るのは、ルーク君とエイモードの悲劇のシーン。はい、うん、シーズン1エピソード10ですね、うん、まあ、バーガーがアラックスとルークを殺しちゃうっていうとこなんですけど、うん、これまあ予想というか希望なんですけど、あのここのラストシーンだけ毎エピソード変えていく、はい、でこの物語というか、まあ、刺繍がどん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 追加されていく、うん、形の表現だったら面白いかなっていう。じゃあ次のオープニングはアリスピンですか？そこを切り取る。まあ普通に考えてブラッド&チーズかな、うんうん、まあ、アリスピンでも悪くないけど、でも歴史にはちょっと刻みたくないな。そうですね、一応ねあの炎と地の歴史書には残ってない部分なんで。うん、確かにね、はい、なので、うん、歴史書に残っている注目すべきシーンが、うん、毎エピソードごとの最後に編まれていって、どん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 玉座に続いていく、近づいていくのかなっていうような予想も立てれるんですけど、うん、まあ、前回のエピソードのおさらい的な感じでね、なんか毎回ここが変わっていくと面白いですし、うん、なんか改めてゲームオブスローンズのオープニングクレジット見たんですけど、やっぱあれも神だったなっていうのが改めて感じますけどね、はい、オリジナルの、はい、あれはもう超えれないでしょ。あれ神ですよね、はい、まあ、今回も本当に素晴らしくて、なんか私も大好きな、うん、あのオープニングの一つになったんですけど、うん、ね、なんか皆さんも考察できる部分があればぜひコメントに、書いてください。シーズン1より全然こっちの方がいいな。シーズン2の方が、いや私もそう思います、うんうん、さあでは次、ヘレイナ・ザ・ドリーマーというトピックに移りたいと思うんですけど、まあ、シーズン1からなんだか不思議ちゃんとしてね一目置かれていたヘレーナちゃんなんですけど、シーズン2でも彼女の能力はねまだまだ炸裂しそうな感じがしております。で今回はそんなヘレーナちゃんの深掘り考察として4つのトピックを掲げてみました。まず1つ目は第1話で彼女が作っていたもの、2つ目、聞こえそうで聞こえない予言のようなつぶやき、3つ目、彼女が選んだ逃げ道、そして最後4つ目がヘレイナのモデルカッサンドラ女王ということです。なんか楽しそう。
まず一つ目は、このシーズン2第1話で彼女が作っていたものということなんですよね。はい、うん、今から言うこと完全に僕の予想です。エリックの予想、エリックの予想なんで、まあ、多分外れる可能性大なんですけど、うん、まあ、シーズン2の初登場シーンでは刺繍というかなんか裁縫してたじゃないですか、うん、それはもうすでに息子の死を予見してて、うん、だから息子のための C を作ってたんじゃないかなと。うーん、息子の葬式のための服ね、息子に着せるね衣ってことですよね。はい、うん、いや怖すぎません？うん、お母さんがなんか自分の亡くなる時の衣装を塗ってたら怖いわそうね、めちゃくちゃ怖いけど、怖いし超不謹慎じゃん。うん、ただまあこれ予想なんで、うん、こうだったら怖いなっていうのと、あとなんかデザインがあんまりよく見えないっていうか、うん、なんかドラゴンっぽくも見えるんですけど、なんか冠っぽいかなと思ったんですけど。本当ですか？うん、ちょっとデザインが分かんないんですけどね、うん、そのすでに息子のジェヘアリーズが死ぬって分かってて、うん、だからもうその準備をしちゃってたんじゃないかなっていう。なんかシーズン1ではその蜘蛛の刺繍を作ってたりね、うん、なんか虫を触ってる時になんかまああのビジョンが降りてくるっていうか、はい、そういう感じで、な虫自体が彼女のなんか予言ツールみたいな予想もあったんですけど、うん、今回の刺繍がその虫なのかどうかがちょっと分かんないんですよね。うん、うん、でちょっとやっぱ緑っぽくも見えるし布がね。ただ別にC は絶対黒じゃないといけないってわけでもないというか、緑っぽいとか黄色っぽくない？刺繍は黄色？うん、そんな感じはしましたけど。サーセイの娘のミヤセラちゃんが亡くなる時もなんか金色の C がすごい予言としてね、うん、上がってた通り、なんかもしかしたらこの予言当たってたらちょっと鳥肌なんですけど、おそらくエピソード2では答え合わせできるじゃないですか、うん、これ当たってたらね、まあ、葬式がありそうですね、はい、まあ、あの刺繍のあれやってなったら、うん、エリックすげーってなるんですけど、うん、まあ完全に予想なのでこれはちょっとお楽しみになりますね、次2つ目、聞こえそうで聞こえない予言のようなつぶやき。そうなんだよこれね、これなんだ、ちょっとざわついてますよねこれ、はい、SNS が、うん、あの一つ前にアップした解説会ではヘレーナがドラゴンじゃなくてネズミが怖いのとエイゴンに言った後、ジェヘアリーズのゆりかごを見るって言いましたよね、うん、でも実はそれ以外にも予言っぽいことを、まあ、口にしてたんですけど、うん、それはエイゴンが部屋に入る直前のことで、うん、なんかね奇妙なことをブツブツつぶやいてるんですよね。そう、私もこれちょっと指摘されるまで全然気がついてなくって、うん、字幕も吹き替えも両方何度も何度も見返したんですけど、うん、結局何言ってるのか全然わかんないっていうか、うん、なんかあなたたちはあの声をみたいな、うん、なんかそういう風にも聞こえるんですが、吹き替えはね、はい、そうなんです、うん、英語はどうなんですか？英語はね、あ、だからそもそもね字幕に出ないんですよ。そう、でも字幕に出ないけど吹き替えでちゃんと言ってるってことは、はい、あの意味があるというか、うん、そういうセリフが用意されてたっていう証拠だと思うんですけど、うん、なんか英語だといろんな説があって They only want the boy とか I am the only one looking at the boy とか Only one look at the boy now とか、うん、まあそういう説があるんですけど、まあ簡単に言うと彼らが欲しいのは男だ、うん、っていうことをブツブツとつぶやいてるっぽい。教えてほしいですね、実際なんて言ってるか、うん、まあ、英語でこう言ってるっていうのが分かったとしても日本語でやっぱちゃんと落としたいじゃないですか、うんうん、うーん、なんて言ってるんでしょうね。あのなんかスペイン語圏の HBO MAX では、はい、まあ、だからスペイン語では字幕が出てたっぽいんですよね。へえ。で、ただそれを訳すとね ボーイとか少年息子、うん、っていう単語はなさそうだったんで。え、逆にどういう意味だったんですかそのスペイン語は。スペイン語ですと Uno ve a ese niño a hora si a el sole、うん、って言ってるんですけど、もしあなたがそう思っているなら今その子を見た人はいない。ちょっとよくわかんないですけど、 by DeepL、 はい、DeepL で訳したものですね。どういう意味。うん、なんかその子っていう単語を使ってるんですよね。あ、男とか息子じゃなくてね。
どういう意味？もう教えて。うん、でもね、そう、さっき言ったように日本語はあなたたち、あの声みたいに聞こえますよね。最後があの声とか言って、あの子よなのかな。あー、なるほどね。あなたたちが欲しいのはその子よ、あの子よ、うん、誰に向かって何を言ってるんでしょうね。そう、これね100回ぐらい聞いたんですけど、うん、ちょっと分かりませんでした。何回もあのアリックが振り返るシーンまで戻ってねあのスコーピオンのシーンからの、うん、ヘレナちゃんなんですけど、もう本当に耳がいい人、もしくは内田様教えていただければ、うん、なんか分かった人がいたらコメント欄で書いていただきたいです。本当知りたい、これ全力で、うん、はい、まあ、確実にこのジェヘアリーズ君の最後を予見しているようなセリフであることはね間違いないと思うんですけど、はい、はい、ということで3つ目のトピック、ヘレナが選んだ逃げ道、うん、ということなんですけど、具体的にお願いします。はい、ラストシーンでブラッドとチーズから逃げるために、まあ、ヘレーナが部屋を飛び出すんじゃないですか、うん、でヘレーナが歩んだ自分の部屋からアリセントの部屋までの道のりなんですけど、うん、これはシーズン1エピソード6でアリセントが出産したばかりのレイニラを歩かせた同じルート、うん、まあ、同じ距離なんですよ。だからあそこを逃げないといけなかったわけなんですけど、うん、つまりシーズン1の時のアリセントの部屋が今のヘレーナの部屋で、レーニラの部屋が今のアリセントの部屋、うん、つまりレーニラとクリスピンがセックスをした同じ部屋でアリスピンしてるんですよね。キモーいキモーい。クリスピンはあそこが好きなのかな。いや、だからそう思うとやっぱりクリスピンって、うん、アリセントとそうなってるけど、うん、心の中ではマインドはレーニラなんじゃない。そうかもしれないね。やだ、もう鳥肌。アリセントかわいそうになってきたな。そう、私もまさかと思って見返したんですけど、もう部屋めっちゃ一緒なんですよね。ヤングレーニラが、うん、秘密の抜け道をね、うん、知った時のあの部屋の構図とアリスピンになってた時のあのちょっとタイルとかが増えたりしてるんですけども、全く一緒で、もう一緒やんと思って。同じベッドでしょ。同じベッド、羽毛布団はさすがに変えたんちゃいますマットレスは変えとこね。なんか布物って念が入るって言うじゃないですか知らんけど、なんかもうほんとキモいと思って。確かにもうクリスピンは心の中ではレイネだとやってんのかね。絶対そうでしょう。絶対そう。だからなんかマントつけてとか言えるんですよなんかその賢者モードに入った時に賢者モード入った時に、あ、こいつアリセントやったわみたいになって、あ、マントつけてくれますみたいな、うん、あー、キモまあ名誉挽回があるんでしょうか。うん、でもアリセントの昔の部屋ってやっぱ今のヘレーナの部屋ですか。これなんか私見返したんですけど、ちょっと違う気もするんですが。いや、なんか似てるなと思ったんですけど。あ、本当、うん、まあ、2階から1階に下るのは確実ですよね。そうですね、うん、なので、まあ、ヘレーナちゃんがわざわざこのアリセントの部屋に行くのもすごい不可解で、階段を降り切った時に、うん、なんかちょっと一呼吸なんか荒くなって方向転換するんですよ。そうそうそう、 そう、それもすごい不思議だから、あの瞬間にちょっとビジョン降りてきて、あ、今はアリセントの部屋やお母さんの部屋いいかなみたいななっていったのかもしれないし、うん、うん、そう、なんか方向転換するの結構気になってて、そう、まっすぐ直進するんじゃなくてちょっとね角を曲がってアリセントの部屋に入るんですよね、うん、そう、なんか意味があったのか、まあ、うん、まあ、例えば放心状態で、うん、今自分がどこにいるかすら分かってなくて、はい、で、まあ、気がついたら、あ、ここお母さんのフロアだってなって、うん、お母さんのとこ行けば安心かもって直感で思って向かったのかもしれないですね、うん、はい、まあ、そんなヘレーナちゃんには実はモデルとなった女性がいまして、それがカッサンドラ女王ということで、まあ、最後のトピックに入りたいと思います。実はヘレーナ役のフィア・サバンがですね、インタビューでこういうふうに答えています。ヘレーナにはカッサンドラーのような一面があるから複雑なの、誰も彼女を信じないという呪いにかかっているというふうに言ってると。うん、うん、このカッサンドラーはですね、悲劇の預言者として知られるギリシャ神話に登場する女王なんですけど、うん、
まあ、あの彼女はとある理由で予言能力を授かるんですね、うん、なんですけど、まあ、直後からあの別の神様からカッサンドラの予言を誰も信じるなっていう呪いをかけられてしまうんですよ、うん、なのでカッサンドラはトロイの木馬によって町が滅ぼされることを予言して周りに忠告をするんですけど、呪いのせいで誰も信じてくれず、まあ、結果予言通りにあのトロイの木馬から兵士が出てきて町が滅んでしまうっていうことになってしまったんですよ。神話の中に出てくる人ってことですよね、うん、カッサンドラって、はい、だから彼女が見るビジョンは全て現実になるのは確定してるんだけれども、うん、その予言を誰も信じないという事実も確定してしまっている。そう、じゃあ今後もヘレーナの予言は誰も信じてくれないってことですか。いやちょっとエイモンドに期待したいな。でもでもエイモンドも呪いかかってるかもしれん、あんながたいよくても意外とひょろいんですよね彼そうですね、うん、まあでもヘレーナちゃんあんだけ言ってるけどエピソード1でもまたなんか始まったぞみたいなね、うん、ことをエイゴンに言われてて、うん、なんかそれすごい苦しいなっていう感じもするんですけど、まあ、エイゴンは信じてないだろうしょうね。ヘレーナいて、うん、彼女の予言を信じる人がいたら、うん、水槽派も勝利やんっていう感じなんですけど、逆に予言だからもう変えられないってことなのかな。うんうん、まあ、どっちに転ぼうが最終的に同じ結果になるっていう。だからジェハリズ君を刺すのかな。うん、逆にジェヘイラちゃんを指さしちゃったらジェヘイラちゃんを傷つけることになるからね。まあそうね、生き残ってしまうから。うん、うん、なるほどね。まあヘレーナはヘレーナなりの苦悩があるということで、まあ、彼女のね余計能力にはちょっと目を見張っておきましょう。はい、続きまして、原作版の息子には息子のシーンについて触れていきたいと思います。解説の回でもお伝えしたんですが、あのコンビは英語だとブラッド&チーズ、日本語ではチグ類とチーズと呼ばれているキャラクターでしたよね、はい、でテレビドラマと原作ではこの息子には息子の展開は結構異なっているので、今回は原作の流れを説明していきたいと思います。で大前提としてなんですけど、何度もこのチャンネルで言っているように、この炎と地の原作はメイスターによる書籍でメイスター視点で書かれているものなので、そもそも実際に起きたことが間違っている可能性もあります。例えば2人の犯罪者の本名とか本当の狙いは誰だったのかっていうのは、まあ、実際のところは分かっていないっていうことが多いんですよね。はい、うん、で、まあ、今から原作の話をするんですけど、まあ、ドラマと違ってる点は大きく分けて2つあると思ってまして、それはアリセンとの関わり方とヘレーナには3人の子供がいたという点ですね、うん、ルークがエイモンドによって殺された後、レーニラの命令ではなくってレイモンの独断で、ミサリアを通してブラッド&チーズを雇ったという、この大きな流れは一緒ということで大丈夫ですか。まあそうですね、うん、でドラマ同様ネズミ捕りであるチーズはレッドキープの秘密の通路を知っていたんですよね、まあ、職業からね、うん、で、まあ、チーズともう一人のブラッドは城の中の中心部までたどり着くことができたんですよね。ですが、まあ、ここで一つ大きな問題にぶち当たりました、うん、それは王と王妃の住居のメーゴルの天使と呼ばれる建物はチーズでさえ裏道のルートを知らないぐらい複雑だったので入れなかったんですよ。なるほど、はい、まあ、原作ではメーゴルの天使は城の中の城と言われてますけど、うん、まあ、ちょっとマニアックな話にはなるんですけど、このレッドキープの中には大きく分けると、さっきケンさんが言ったメーゴルの天使、これはメーゴル残酷王のメーゴルですよね、うん、メーゴルの天使ともう一つ手の塔と呼ばれる別の物件がね、物件というか建物がね、うん、あるんですよね、はい、で、まあ、ポイントなのはこのメーゴルの天使と呼ばれる塔の警備はすごく厳重だったんですけど、うん、反対に手の塔は結構手薄だったんですよ、うん、そしてこの息子には息子の事件が起こった時、王と王妃、まあ、つまりエーゴン2世とヘレーナはメーゴルの天守に住んでて、太后となったアリセントは手の塔に住んでいたんですよね、うん、でヘレーナの住んでるメーゴルの天守に行き方がわからないブラッドとチーズは前もって把握していた
ヘレーナの習慣を利用することにします、うん、それはヘレーナが毎晩手の塔へ子供たちを連れて行ってお母さんにおやすみなさいの挨拶をするっていう習慣ですね、うん、だからブラッド&チーズはまず手の塔に忍び込んでアリセントに猿ぐつわをかけてヘレーナと子供たちが来るのを待ち構えてました。うーん、じゃあアリセントは原作ではある意味その巻き込まれていたというかアリスピンの状態ではなかったし、うん、なんなら最初からエイモンド狙ってませんやんっていうことですよね、うん、そうですね、うん、まあ、原作ではそのエイモンドを狙ってるっていうこと書かれてなくて、まあ、さっき言ったようにブラッド&チーズの本当の狙いがあまり分かってないから。そっか、うん、はい、でブラッド&チーズの予想した通りヘレーナと6歳の双子の男の子のジェヘアリーズと女の子のジェヘイラ、そしてもう一人2歳の男の子のメイラー君を連れてきたんですよ、うん、そうでブラッド&チーズはヘレーナたちを捕まえて目には目を息子には息子を一人だけでチャラにするから男の子を一人選べと迫るんですよ。まあ、ドラマでは双子のどちらが男の子か教えろっていうふうに言ってたんですけど原作ではどっちの男の子にするか選べという選択肢だったんですね、うん、そうです、はい、でヘレーナは仕方なくメイラー君を口にするんですよね。2歳のちっちゃい方、はい、うん、そう2歳だから物事が分かってないだろうというヘレーナの判断と書かれてます、ね、うん、でそれを聞いたチーズはお母さんはお前に死んでほしいんだってよとメイラーに語りかけてひどあえてジェヘアリーズの方を殺すんですよ、うん、でまあ、ポイントはテレビドラマと違ってヘレーナは答えられない選択を迫られたっていうこと。うーん、まあ、テレビドラマは息子一人と娘一人しかいないから男はどっちなんだっていう問いに対しては答えは一応あるじゃないですか。なるほどね、はい、結局ブラッドとチーズが選んだのは指差したメイラーじゃなくって、うん、ジェヘアリーズ君の方だったってことですよね。そうですそうです。うん、だからヘレーナはそのメイラーとこれからも暮らしていくことになるんですけど、うん、彼女はメイラーを見るたんびにその罪悪感を抱かないといけない。うーん、原作の方がより残酷な選択で、うん、残酷な現実が待っていた、うん、うん、とも言えるかな。なんか結構 SNS の反応見てると原作ファンはこのテレビドラマバージョンちょっとがっかりというか、うん、あがっかりっていうのもおかしいんですけどね、うん、なんか残酷の方がいいってちょっとそれもおかしいんですけど、うん、まあでも多分この原作版知らなかったら結構緊迫してる場面で、もちろんそうでした。うん、なんか原作の方が確かに精神的にちょっとえぐられるような、ね、うん、あの場面ではあるかもしれないんですけど、この2歳のメイラー君を出さなかったのは、うん、なんかもう物語的にごちゃごちゃしすぎちゃうからなのか、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、うん、まあ、でもさっき原作言ったように原作を知らない私からすると全然あの十分に残酷でしたよ、うんうん、ドラマもね、まあ、そうなんですよ、うん、ただその選んでしまった方が実際選ばれなくて指さしてしまった方とこれからも暮らしていかないといけないっていうそのヘレーナちゃんはすごく自分を責めるだろうしね。そうなんですよ、うん、まあ2歳とはいえきっとメイラー君も覚えてるんじゃないですかね。そう、 うん、その可能性があってそのヘレーナはずっと罪悪感を抱いてるっていう。なるほど、うん、というまあ原作との違いがあったということですね。はい、はい、ということで最後王とセキュリティガバガバすぎまへんっていう件についてちょっと我々の意見とそしてディスコードなんかでも上がっていたメンバーさんの考察をね、うん、交えてお話ししたいと思います。はいはい、で、まあ、このセキュリティガバガバな説に関してまず一つ最初に触れておきたいのがヘレーナをお世話する次女の中に一人だけなんかめっちゃ顔特徴的な次女がいたんですよ。うん、それがやっぱいろんな視聴者さんの記憶に残ってて、うん、まあ、我々としてもすごく引っかかっているキャラクターの一人になってるんですけど、彼女はただの次女なのかそれともわざわざあんな目立つお顔をされてる俳優さんをキャスティングしたということはなんか意味があるのかなというのもすごく思っていて、うん、なんか特にブラッド&チーズのシーンで
まずブラッドが彼女と目が合うんですよ、松明を持って、はい、そしてブラッドがなんかネズミのケージみたいなのを触っててパッと後ろを見たらその彼女が消えてて、うん、そのシーンがすごい不気味だったというか、そうなんですね、めちゃくちゃ印象残りましたよね。なんか急に行方不明になったのか、うん、なんか殺されてなさそうだけど、殺されてないと思う、くの一並みに早かったです、アリア並みにどっか消えちゃうから、ね、そう、うん、なんかそう、このエマストーンに似てる彼女なんですけどね、はい、似てますよね。私的にはフリーダカーロでしたけど、あ、そうそれもわかる、うん、でなんかめっちゃ顔面強烈じゃないですか、うん、だからなんかわざわざそのこういうポジションを与えるってなんかストーリー的に今後関わってきそうだなっていう、何なんでしょうね、うん、でこのお顔が目立ちすぎる次女がもし意図されて配役されているキャストだとしたら、おそらく今後ストーリーに関わってくるのかなと思うんですけど、そう思うとあのお城のね警備がガバガバすぎるという、うん、説もちょっと見え方が変わってくるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、これあの先ほども言った通りディスコードのボイスチャットでメンバーさんがいろいろね言ってくれてた話で、私たちもすごい考え方がねガラリと変わったというか、なんでかっていうと使用人たちを雇ってるのはラリスなんですよね。シーズン1で、まあ、スパイだったターラとかがいましたから、うん、ラリスがそいつらを一掃して、うん、新しい使用人たちを雇いましたよとアリセントに今回報告してたんですけど、うん、なんかどうやらそのラリスが怪しくねっていう話が出まして、うん、で、まあ、例えばですけどエーゴンが玉座の間で弔問してる時ラリスが上から見てるんですよね、はい、でラリスが映った直後にネズミ捕りの姿も見えるんですよ、後ろの方でね。あれはチーズでいいんですよね。あれはチーズだと思います。うん、そう、わざわざそのシーンをつなげることもちょっと怪しいし、じゃあラリスとチーズが実はつながってるってことですか。うん、だから、うん、まあ分かんないんですけど、例えばですけどそのラリスとチーズがつながってて、ラリスはこの夜になんかやばいことが起きるぞみたいのが、まあ、ブラッド&チーズが襲いに来るって分かってて、うん、でその暗殺が成功するように夜に使用人たちが持ち場を離れる状況を作ったとか、うん、とかさっき言ったその顔面が強い次女、ラリスはアリスピンを把握してるはずなんで、うん、その顔面が強い次女を使ってアリセントの部屋の鍵を開けるように指示してたとか、うん、でそういうことを考えるとなんかセキュリティガバガバが説明つくのかもと思って。じゃあラリスの陰謀でアリセントにちょっと落ち度を作るとか、うん、クリスピンを破滅させようとしてるとか、うん、どうなんでしょうね、アリセントの足を独り占めしようとしてるとか、その可能性は大でも使用人がさ全然いないしさ、さっき言った顔面が強い人も逃げちゃうってどこ行ったか分かんないしさ、うん、てか騎士っていうかガードしてる人誰もいないんだっていうね。そうなんですよね、うん、まあでもそれはもう一個説があって、クリスピンって一応キングズガードの総帥じゃないですか、うん、リーダーなんですよ。あ、だからクリスピンがアリセントとの禁断のセックスを楽しむために護衛とか使用人たちをみんな家に返したのかもしれない。キモいそう、周りにいるとさできないじゃないですか、はい、だからそのみんな持ち場離れていいよみたいな指示を出して、え、それちゃいますうん、私はその案がいいです。いいんですかそれはだってクリスピンの株下がるやん。なんかオットーに言われてましたね、あ、持ち場に戻れみたいな。そうそう、その確かにあれ休憩中やったんかな、クリスピンとエイモンドがなんかボードゲームをしてる時ね、うんうん、まあ、解説の回でも言ったように使用人たちはひょっとしたらラリスの息がね全員かかっているという可能性もありますから、そう思うとこのセキュリティガバガバなのもあえてその日はこういうことが起こると分かっていてクリスピンがアリストンじゃなくてアリスピンになっていることも分かっていたのでそうなっているのではないかという、まあ、考察も一個ありなんじゃないかなと思うんですけど、皆さんどういうふうにお考えでしょうか。
ということで、このチャンネルではコメント欄にてドラマの内容に関する質問やリクエストを大募集しております。お伝えした解説の中で分かりにくかったところや、今回解説しきれなかった箇所について、また基本的な質問から凝った質問など何でも構いません。一つ注意事項として、今回お伝えしたシーズン2エピソード1より先のネタバレは含まないようにだけご配慮をお願いいたします。 Twitter 現 X やインスタのリプ DM に送っていただいても構いません。それぞれ心はウェスタロスで検索すると我々のアカウントが見つかるかと思います。そして YouTube のメンバーシップも大募集中です。月額190円で文字や音声でやり取りできるチャットサービス Discord への招待 URL を公開しております。ハウスオブザドラゴン配信期間中は毎週月曜日の夜10時からボイスチャットで、メンバーさん、そして我々2人とワイワイおしゃべり感想考察大会をやっておりますので、ぜひお気軽に遊びにいらしてください。ということで、まあエピソード1も数々の伏線とかちょっと気になるとこがばらまかれていたと思うんですけど、大体おおよそ拾えたんでないかなと思う中で、私一個拾いきれてない謎がありまして、はい、それがあのドラゴンストーン城にあったあのドラゴンの骨は誰のドラゴンっていう、何のドラゴンっていう、なんか後ろの方に見ましたね。そうなんです。そこをね、あのレイニラが横切って、うん、あのテーブルの間に入ってエイモンドを撃ちたいっていう風に言うんですけど、オートにはバレリオンの骨があって、はい、そして残る亡くなってないドラゴンを考えると、あれは、エーゴン征服王の姉妹のうちの一人のレイニスが乗っていたメラクシスですかね、うん、まあ出会ってほしいな、うん、メラクセスはドーンを征服しようとしたんだけど、うん、失敗して槍で殺されちゃったドラゴンですね、うんね、まあその辺もちょっと分かってないとこあるんですけど、もしかしたら私たちよりももっともっとね、いろんな考察されている方もいるかと思いますので、ぜひぜひコメント欄で盛り上げてくださればすごく嬉しいなと思います。ということで、次回はケンさん、あ、ごめんなさい、エリックさんによるとすごい盛り上がる回なんじゃないかなと予想されていますので、エピソード2が一番面白いと思いますよ、シーズン2の中で。あ、最初の4話のうち、うーん、2話目と4話目が面白いですよ。うーん、3話目はじゃあ会社行っても大丈夫？順番的に上から2、4、3、1。え、1が一番普通ってことですか？はい、私はそう予想してます。そんな盛り上げていいんですか？いや、というかね、新しいシーズンの第1話って一番難しいと思うんですよ。うん、なんでかっていうと、前のシーズンのおさらいをしないといけないじゃないですか、うん、で今シーズンのセットアップっていうか、まあ、今後こういうことしてますよっていう説明もしないといけないじゃないですか、うん、かつそのエピソード単体の、まあ、ちょっとしたイベントを盛り上げないといけないじゃないですか。確かにね、1話見て離脱する人もいらっしゃるでしょうしね。そう、その3つの課題があるから結構なんか構成が難しいっていうか。いやでもめっちゃ面白かったですよ。いや面白かったです、はい、うん、なのでもうシーズン2はね、大期待なんですけど、皆さんのコメントとともに我々も盛り上げていきたいと思います。はい、それではまた次回。バラーモルクリス。